酒天道士の生首が、源の頼光を襲う、の図。小村節代による差し酒店同士は、丹波国の大鉱山、または、山城国京都と丹波国の国境にある大枝に、住んでいたと伝わる、鬼の棟梁、あるいは、盗賊の盗木。酒が好きだったことから、弟子たちからこの名で呼ばれていた。文献によっては、酒いただき同士、酒天道子、 死天童子などとも記されている。彼が本拠とした大鉱山では、洞窟の五殿に住み住み、数多くの鬼友を部下にしていたという。諸本は大別すると2種類あり、同時の住みを丹波国大鉱山とする大鉱山系と、それを大見国伊吹山とする伊吹山系に分かれるとされる。ただこの分類法には、異論、慎重論もある。 最古の伊津王美術館所蔵本、大鉱山絵言葉や、江戸時代のおと木草子半本、酒、道子が属するのが、大鉱山系、サントリー美術館像、酒伝、道子絵巻が、伊吹山系に属する。高橋正明の場合、二分類を、伊津本系、左本系と呼んでいる。最も古い後本は、大鉱山絵言葉のものとされている。これは、 下宇佐香取神社の大宮寺家急造本で、従来よりの通称として、香取本と呼ばれている。重要文化財。綴りが、酒天堂湖である。南北朝時代室町初期、あるいはさらに古い成立という考察もあり、格段と時代が古いので、原本とすら見なせるとも。欠損部分が多いが、冒頭は、陽明文古本によって保管でき、結末は、 本時短であったことが断片などより判明している。サントリー美術館像、酒伝、同時絵巻は室町時代成立で最古の後本に被験して資料性の高いものとされる。このほか、江戸時代の絵巻は多数伝来する。おとぎ像詞の半本のテキストは明治の頃よりの変本が存在している。大鉱山絵巻、伊豆美術館所蔵。 大鉱山へ言葉によるあらすじは次の通りである。一条天皇の時代、京の若者親姫君が次々と神隠しにあった。安倍の生命に占わせたところ、大鉱山に住む鬼の仕業と分かった。そこで、帝は、長徳元年に、源の頼光と藤原康正らを征罰に向かわせた。頼光らは山伏を予想域の居城を訪ね、 人よの宿を取らせて欲しいと頼む。主天道寺らは京の戸から源の頼光らが自分を成敗しに来るとの情報を得ていたので警戒し、様々な質問をする。なんとか、疑いを晴らし酒を組み交わして話を聞いたところ、大の酒好きなために家来から主天道寺と呼ばれていることや、平野山に住んでいたが、伝行大師が延暦寺を建てて以来、そこにはいられなくなり、 歌唱二年から大鉱山に住み着いたことなど、身の上話を語った。よりみつらは鬼に、八万大菩薩から与えられた、新編期特種という読書を振る舞い、急に背負っていた武具で身を固め、主天童子の心情を襲い、体を押さえつけて、首を跳ねた。生首はなおよりみつの兜を噛みつきにかかったが、仲間の兜も重ねかぶって、難を逃れた。一行は、 主級を持ち帰り刑にが異地球は遺戦。主級は三日ラが見分した後に、宇治の平等院の宝蔵に収められた。大鉱山の主典道寺と、源の頼光主従おとぎ創始版としては、渋川聖衣門が出版したおとぎ文庫版が、江戸時代に広く伝版した。以下、そのおとぎ文庫より、公害を説明する。京都に登った、主典道寺は、茨城道寺をはじめとする多くの鬼を従え、 大鉱山を拠点として、しばしば京都に出現し、若い貴族の姫君を誘拐して、側に使いさせたり、刀で切って、生のまま食ったりしたという。あまりにも、悪行を働くので帝の命により、摂津源氏の源の頼光と、佐賀源氏の渡辺綱を筆頭とする、頼光四天皇により討伐隊が結成され、討伐に向かった。この後本では、 武者たち自ら戦術を練り、山伏姿に扮することも考案し、甲冑、武器級に隠すことにする。また、一行がまず出会って、鬼友の内部事情を教わる選択女は、ここでは老婆でなく、年齢十七、八の女性で、花園の中納言の一人娘である。一行は、山伏と偽って、主天童子の教を受け、童子は、自分の身の上を語り出す。 ここでは同時は、本国は越後のものと明かし、比叡山にいたが、伝行大師によって、そこを追われ、この峰に住んだが、今度は、工房大師に追放された。しかし空海が、高野山で亡くなった後、舞い戻ってきた、と語り出すより蜜らは、さらに姫君の地の酒や人肉を共に食べ安心させた、後、神よりもらった、神瓶器読書という読書を、 酒盛りの最中に、主天童子に飲ませ、体が動かなくなったところを抑えて、寝首をかき成敗した。しかし、首を切られた後でも、頼りみつの兜に噛みついた。酒で動きを封じられ、ある意味玉周知をしてきた、頼りみつらに対して童子は、鬼に横道はないと頼りみつを激しく罵っした。主天童子の配下は、茨城童子がおり、そして四天皇として星熊童子。 熊童子、虎熊、童子、金童子の四人の鬼がいる。茨城童子については、渡辺綱に腕を切り落とされたことが十回されており、後に戦闘で打ち取られている。四天皇のことは、あらかじめ選択女にさせられていた、中納言の娘が、よりらに説明しており、その後にも登場する。また、主天童子の人差し前という命令に応じて舞いと、歌を披露する。 石熊童子という鬼も登場するが、日本では、行島童子となっている。四天童子は、一説には、越後国の神原郡中村で誕生したという。また、伊吹さんの麓で、ス佐ノオとの戦いに敗れた山田おろちが、出雲国から大見へと落ち延び、そこで不豪の娘に生ませたのが、四天童子だという伝承もある。その証拠に、不死ともども無類の酒好きであることが挙げられる。 おとぎぞうしで伝えられる酒のみ同士の物語では、源のよりみつから酒の入った酒を受け取り飲んだ、主天同士が、その嬉しさに、自らの羊を語り始め、その時に生まれた国が、越後国であり山寺育ちであると語っている。また、伝行坊主や工房大使に住んでいた山を、追い出されたとも語っている。平安初期に、越後国で生まれた、彼は、国城寺の地後となった。 絶世の美少年であったため多くの女性に恋され、恋文をもらったが、もらった恋文を読みもせずすべて焼いてしまったところ、思いを伝えられなかった女性の恋心が、煙となって彼の周りを取り囲み、その怨念によって鬼になったという。そして鬼となった彼は、本州を中心に各地の山々を転々とした後に、大鉱山に住み着いたという。国庁寺にある、 大光山主頂き同士の絵巻には、主天同士の老いたちが記されており、それによれば、主天同士の幼名は下道丸であり、越後国砂子塚上主、岩瀬と室の子として、母親の体内で三年過ごした後にようやく生まれ、子供の頃はズバ抜けた美貌の持ち主であったが、手のつけられない乱暴者だったため、両親がそれを懸念して、国城寺へ、地ごとして出されたとされている。 一説では、越後国の鍛冶屋の息子として生まれ、母の体内で16ヶ月を過ごしており、生まれながらにして、歯と髪が生い揃い、すぐに歩くことができて子から6歳程度の言葉を話し、4歳の頃には16歳程度の知能と体力を身につけ、気性の荒さも去ることながら、その異常な才覚により、周囲から鬼っ子と疎まれていたという。全太平記によれば、その後、 六歳にして母親に捨てられ、各地を流浪して鬼への道を歩んでいったという。また、鬼っ子と下げ済まれたために寺に預けられたが、その寺の住職が外乗りの使い手であり、同時は外乗りを習ったために、鬼と化し、悪の限りを尽くしたとの伝承もある。河合嗣之助は、越後が生んだ三傑として、支店同時、上杉謙信、両館の三人を挙げている。 数治む村では、村付近の小川に住む土地という魚を妊婦が食べると、その子供は男なら大泥棒、女なら妊婦になると言われ、その魚を食べた、ある女の体内に16ヶ月宿った末に生まれた子供が死天同時だと言い,い、この地には後に同時屋敷、同時殿などの地名が残されている。地名に関しては、牧や赤サビという地名も酒飲み同時伝説に、 由来するという説も唱えられている。奈良絵本、酒天童寺によれば、酒天童寺は、大見国菅川の長者の娘、玉木御前と、伊吹さんの伊吹大明神との間に生まれた。伊吹大明神の託船によって、出産後、玉木は、伊吹山に登り、酒天童寺は祖父である菅川の長者の子として、育てられた。10歳の時、酒天堂寺は、 高野さんと比叡さんのどちらかで仏道修行をする要素父から勧められ、高野さんは遠すぎるという理由で近くにある比叡さんの地後となった。入山後、彼は三等一の学僧と称えられるまでになったが、酒好きであった。これは誤解の一つ、飲酒会に反するため、彼は皆から軽蔑されたが、思想に強く叱られると酒を断った。その頃、土が、 平安京に移り、代理では祝賀行事として京都の人々による風流踊りが催され、諸事にも風流踊りを披露するよう直命があった。比叡山が都の鬼門に当たるということから酒店堂寺の提案で、比叡山の僧たちは鬼踊りを披露することになった。踊りの際に用いる鬼の面は酒店堂寺が全て用意した。代理での披露が終わると、 比叡さんの僧たちに酒が振る舞われた。原因した酒天童子は鬼の面をつけたまま山に帰って寝た。翌朝、目を覚ましてみると鬼の面が外れなくなっていた。その姿を僧たちから恐れられ、最長によって比叡さんを追われた酒天童子は祖父、菅川の長者のもとに帰った。しかし祖父は鬼の姿となった。 酒天道寺を迎え入れず、両親のいる、いぶき山に追い払った。酒天道寺は、いぶき山に登り、母の導きで、山の北西にある岩屋に籠もると、人通力を持つ本物の鬼となり、一体の人々をさらって、食べるようになった。これを憂えた、最長の祈祷によって、いぶき山から追放されると、日本中の山々をさまよい、最終的に、大鉱山にたどり着いた。 大和国の白号寺の茅子が近くの山で死体を見つけ、好奇心からその肉を寺へ持って帰り、人肉だと言わずに死の僧侶に食べさせた。その後も茅子は頻繁に肉を持って帰り、やがて死体の肉を奪うだけでなく、生きている人間を襲って殺し、肉を奪うようになった。不審に思った僧が茅子の後を追って真相を知り、茅子を激しく攻め、山に捨てた。 この茅子が後に、主典同士となり、捨てられた場所は、千子坂の名で後に伝えられた。別説では、白号寺の住職のもとに生まれた子が、成長に従い牙や角が生え、後には、獣のように、荒々しい子供となった。住職は、世間体を恥じて、子供を捨てたが、後にその子が大鉱山に入り、主典同士となったという。大鉱山平安時代から、鎌倉時代にかけて、 とを荒らした武法者としての鬼は丹波国の大鉱山、または現在の京都市西京区大江田、老井の坂及び隣接する亀岡市市の町王子に本拠があったという。丹波国の大鉱山の伝説は、大江田の山賊が皇人を悩ませたことが誤り伝えられたものとする説がある。老井の坂、伝説よりみつたちは打ち取った首を刑へ持ち帰ったが、老井の坂で、 道端の地蔵村に、不条なものを刑に持ち込むなと忠告され、それきり首はその場から動かなくなってしまったため、一同はその地に首を埋葬した。一説では道士は死に際に、今までの罪を悔い、死後は、首から上に病気を持つ人々を助けることを望んだ、ため、大名人として祀られたとも言われ、これが現在でも老井の坂峠にある、首塚大名人で、 伝承の通り首から上の病気に霊源荒かと言われている。大鉱山の山中に埋めたとも伝えられ、大鉱山にある鬼竹東海山神社の由来となっている。そのたまた、京都府の成合寺には、神瓶記読書に用いたというとっくりと主廃が所蔵されている。鳥山石縁、根弱画と俗百鬼より、主天道寺歴史家の高橋正明は、 死天道寺が住む大江山奥の岩穴は、生と死の世界の境界であると解釈し、その後点は戦況あるいは明界にあって、一口で形容するならば、流宮というべきだとしている。高橋はまた、省略五年に大流行した放送がこの伝説に関わっているのではないかと見ている。また、四に記される、死ゆ伝説や、東大の小説、歩行総白園伝、さらには、 秋代の、珍巡、剣梅霊室つきとの類似も認められるという。また主典同時に、人の血を酒のように飲み干す描写があるが、単語に漂着したシュタインドッチという、ドイツ人が由来で、その飲んでいたという赤葡萄酒が生き地の正体だった、という説がある。これは、高橋正明によれば、昭和27年に、 週刊朝日に掲載された酒いただき同時という短編に登場するシュタインドッチという人物の描写が出どころかもしれず、また赤ぶどう酒を飲んでいたというものも単語の海辺に漂着した西洋人が大鉱山に入り込みぶどう酒を飲んでいたのが血を飲んでいたように見えたという解釈が元になったのではないかと考察している。文化人類学者、民族学者の小松和彦は 最も恐ろしい妖怪はどれか、もし中世の人々、それも都人に尋ねたら、次の三つの妖怪の名が上がるだろうとして、視点同時、玉も前、大竹丸を挙げている。小松は、三大妖怪が結出した妖怪とみなされた背景として、これらの妖怪に対して、特別の扱いがあったのではないかと見ている。小松の挙げた三大妖怪は、退治された後には支配者の、 宝物であるため、支配者の権力を象徴する宝物層に、意外や意外の一部が収められたという共通点を述べている。この宝物層は、藤原頼道が建立した宇治の平等院の宝像である。また、鬼の首や狐の意外を宝物層に収めるのは、巨託や剥製と同様の考えに基づくと、戦勝の記念品と解釈でき、 中世において退治された数ある妖怪のうちで、宝像の所有者が、この三妖怪の霊力に勝る、武力、知略、神仏の加護を示すために、宇治の宝像に収める価値のあるほどの大妖怪だったと、考察している、主天道寺の退治伝説の古い形態では、主天道寺を退治した、源の頼光と、藤原康政は対等の関係にあったとされている。そもそも、 未同関白記によれば、肝心元年3月8日には、よりみつの弟であるよりちかが安政の老頭であった、清原伊達信を殺害する事件を起こしたことが記されており、これを説話化した古事願においては、松室信を殺害したのをよりみつ四天皇に置き換えられており、いずれにしても、よりみつと安政のライバル関係を伺わせるものとなっている。また、方言物語、 梅松論、古都世定金往来でも、田村、俊人、頼光、安政が、古来の名称4人がセットとして挙げられている。それを反映して、関瀬信光の、羅昌門でも、藤原安正と、渡辺綱が論争する場面がある。ところが、室町時代中期から、戦国時代にかけて、頼光と四天皇が、主天道寺退治の主役へと置き換えられ、 藤原康政は脇役扱いとなり、おとぎ造氏の主天同時に至っては康政は頼光四天皇と共により光の老刀扱いをされてしまい、これが後世に広く知られることになった。なお、南北朝時代に成立したとされる千葉市の宝生の立ち伝承のように酒飲み同士の胎児の功績をもっぱら、藤原康政のものとした説話も存在している。 主天道寺や大鉱山の鬼退治を題材にした映画は戦前から戦後にかけて数本制作されている。11番引山。米山地の主天道寺と源頼光の兜。ありがとうございます。